金井君。日本共産党の笠井明です。安倍総理に端的に伺います。私は5月8日の衆議院本会議で TPP11 関連法案について質問いたしました。そしてこれに対する総理の答弁のうち、7月の日米首脳会談で合意された二国間貿易取引のための新たな協議に関してであります。総理は答弁の中で、米側は二国間ディールに関心を有しており、我が国としては TPP が最善と考えており、その立場を踏まえ引き続き協議に臨むというふうに明言をされました。その上で総理自身がですね、言われたのは、日米首脳会談で開始することに合意した貿易取引のための協議だとして、日米 FTA 交渉と位置づけられるものではなく、その予備協議でもないと、このことを二度にわたって繰り返し答弁されたところであります。そこで総理に伺いますが、つまりですね、この新たな協議そのものというのは、日米間でディール、取引をする場であって、貿易取引、総理の言葉でも貿易取引をやるということでの協議だと言われたわけですが、貿易取引の項目、内容、条件にわたって、個々にも具体的に話し合う、協議して交渉する場になるということでよろしいんでしょうか。安倍内閣総理大臣。このですね、今おっしゃった、いわゆる我々が FFR と呼んでいる、自由で公正かつ総合的な貿易取引のための協議についてはですね、公正なルールに基づく自由で開かれたインド太平洋地域の経済発展を実現するため、日米双方の利益となるように、日米間の貿易や投資をさらに拡大させていくとの目的で行われるものであります。で、この協議はもうすでにお答えをさせていただいておりますように、日米 FTA 交渉と位置づけられるものではないわけであります。これは私とトランプ大統領が行った共同記者会見において、そういう質問があったんですが、それは違いますよということを明確に私は答えて、トランプ大統領の前で答えているわけでございますが、トランプ大統領もそれをもちろん否定はされていないわけでございます。そこでですね、この協議は日米 FTA 交渉と位置づけられるものではないわけでありますが、その予備協議もないんですが、確かにこの米側は二国間ディールに関心を有していると承知をしておりますが、我が国は TPP が日米両国にとり最善と考えており、その立場を踏まえて引き続き議論に臨んでいくところでございます。笠井君。総理ご自身がですね、本会議でも答弁で認められたように、日米間の貿易取引のための協議を開始することに合意したと、そういう場であるということであります。で、総理がこの二国間ディールに関心を有していると言われる米側の担当者であるライトハイザー USTR 代表はですね、当然自ら USTR の対日要求を示した、直近で言えば2018年外国貿易貿易報告書の立場で臨んでくることになると。そこで総理に伺いますが、例えば、いくつも分野あったりしますが、牛肉について、対日要求の報告書にはこうあります。すべての月例の牛肉および牛肉製品を受け入れ、市場を完全に開放するよう働きかけていくというふうに、はっきり米国側の報告書に書いて、USTR、その責任者、ライトハイザーと氏でありますが、こういうふうにあるわけですが、日米間の新たな協議の場で、こうした牛肉の項目についても、取引材料にならないと、そういうことで取引材料にならないということをはっきり言えるでしょうか。茂木国務大臣。米側がですね、他国との貿易に関して、農業分野、全般に関心を有していると、これは委員ご指摘の、NTE だけではなくてですね、これまでの、TPP12 の、交渉過程などを見ても、その通りだと思っております。ただ日米で今回合意をいたしました、新たな協議 FFR の、協議の、テーマ、いわゆる TOR、これは日米双方がですね、お互いの関心事項を持ち寄る、こういった中で決まっていくものでありまして、USTR の年次報告書、NTE のですね、項目に沿って議論を進める、こういう性格ではないと考えております。ち
笠井君、まあ、互いの関心事項を持ち寄るわけですから、米側の関心とすればその衝撃報告書があると、そしてライトハイザー氏はそれをまあ背負ってくるということになると、総理に伺いますが、その中で互いの関心事ということになればその事項も持ち寄るんですから、牛肉が取引材料として持ち出されないということはまあないと、まあまあ、要するに持ち出されることはないとはっきりは言えませんよね。それは持ち出す可能性あると。安倍内閣総理大臣、まあ、持ち出すか持ち出さないかということをですね、私が相手の立場に立って断定的にお答えすることはできないわけでございますが、基本的には今茂木大臣からですね答弁をさせていただいているとおりであります。すでに2回の会合が開催された日米経済対話では、農業分野を含む日米双方が関心を有する分野について総合的な成果を得るべく対話を行ってきているところでございまして、今後とも日米経済関係について日米経済対話や FFR 等において建設的に議論していく考えであります。いずれにいたしましてもですね、これはいかなる国ともそうなんですが、農業分野を含め攻めるべきは攻め、守るべきは守って、国益の観点から最善の結果を追求していきたいと思います。笠井君、今の総理の答弁を伺っても、牛肉についても米側が要求してくることを否定できないということであります。国益に反する合意を行うつもりはないと、こういうふうに答弁をされて、強く言われるわけですが、これまでも外国貿易障壁報告書でアメリカから要求されて、日本が譲歩した項目というのは、米国の自動車安全基準、30ヶ月の月齢の未満のですね、牛肉製品、それから米国産米のですね、流通増加など、数多くあるではないかと言いたいと思います。で、そういうことがあるからですね、茂木大臣も5月15日の衆議院の決算行政監視委員会でも、そしてまた昨日の党委員会でも繰り返して、決して簡単な協議ではないと、それも率直に言われるんだと思うんです。米国が日本の関税非関税措置をターゲットにして、強力な取引と譲歩を迫る立場で臨んでくると、挑んでくることは間違いないと私、言いたいと思います。しかも総理、伺いたいんですが、ご自身が言われるように、日本側が TPP が日米両国にとって最善と考えて、その立場を踏まえて日米二国間の議論に臨むっていうふうになると、どうなるかと、米側は当然ですね、TPP11 で日本が国際約束したと見なされた関税の問題、非関税の問題でも措置撤廃ということを出発点にして、TPP11 でトランプ大統領から、例えばですね、あるいはライトハイザー氏から、そこまで日本は譲歩したんだから、日米間でもっと譲歩せよと迫ってくる、そして TPP11 がそのてこになることは必至ではないかと思うんですが、その点での総理の認識、いかがですか。安倍内閣総理大臣。これはむしろですね、いわば TPP12 の時、今、11でもそれは残っているわけでございますが、ここでの日本の農業分野における譲歩というのはもうマックスだということは、明確にトランプ大統領にも伝えているわけでございます。その中においてですね、 TPP11 とさらに、もし例えば日米間において要求されてもですね、これですでに我々が譲歩しているものの以上はこれは譲歩できませんと。 ですからむしろ米国は TPP の中に入っていって、ここで認められた並行協議で行ったですね、米国のがいわば得たこのものをですね、活用した方がいいのではないかということを話しているところでございます。笠井君、今総理言われて TPP 最善ということでやっていくとですね、これもっと危ないと私は思うんです。ディールということになりますから、米側からすれば日本はそこまで OK したんだからもっと行くよねと、その代わりこうだよねって話に引きずり込まれてくると、安倍総理自身がですね、日米首脳会談でも100% 米国と共にあると明言をされて、自ら進んで二国間協議の場を提起し、あるいは進めるということで合意するということになった。で、米国製兵器についても総理自ら進んで爆買いということを申し出るということになっている。取引にせよ TPP にせよ、目指すところは身勝手なですね、貿易障壁撤廃ということになって、日米間で言えば行き着く先は結局のところ FTA と、そしてその協議は受け皿作りとして機能していくということになってくるというふうに思います。日本経済と国民経済にどんな打撃を与えるかと、引き続き私は党委員会でも徹底審議が必要であり、文字通り日本国民の利益に反する TPP、
TPP11、 そして新たな日米二国間協議はきっぱりやめるべきだと、このことを強く申し上げて質問を終わります。